初めてのことやもんで、お母さん25話から生き塾に来た慶太郎とお母さん。入塾してから4ヶ月が経ち、お母さんがサプライズで慶太郎に会いに来た。おはようございます。お待ちしてました。どうぞどうぞ。お世話になってます。ちょっと緊張しますか？緊張します。どんな気分ですか？変な気分。どれぐらいでしたっけ？4ヶ月ぶり？4ヶ月か。うん、なんか昨日のアイスの動画見たら変わってましたね。あ、そうですか。うんうん、どこでそうやって感じました？なんだろう。なんか普通になってた。普通じゃなかったんですか？多分すごい気を使ってたんじゃないかなと思って。あ、ま、うん、まだ気を使ってると思うんだけど、うんうん、なんかそう思いました。なんか最近送られてくる写真、笑顔が多いし。そうですね。そうそう、僕写真で笑えないんだって言ってたんです。ああ、言ってました言ってました。なんか苦手だって言ってました。うん、いいじゃないですか。でもなんかそういう感情を出せばケイちゃんにも伝わるものがあると思うんで、うん、絶対嬉しいと思いますよ。嬉しいですかね、うん、何しに来たのって言われないかな。まあ、なんで来たのって言われるかもしれないですけど、うん、楽しみだな。楽しみですね。一回りぐらい大きくなったかもしれないですね。うん、ちょっと毎日いるとあんまりよくわかんない。学校頑張って行ってるんですね。学校行ってます。2日まで行って1日の日は休んだんですけど、うん、私も結構学校で授業中寝てたりしてたから、うん、そんな感じかなと思ってたけど、そういう寝方じゃないんですね。ちゃんと横になって寝てるみたいです。あの担任が理解があって、うん、隣の部屋に椅子並べて段ボール引いて、うん、ベッド作ってくれました。ね、一緒に。うん、ありがたい。で、2時間とか本当は1時間ぐらいしかダメなんですけど、学校っていうのは、うんうんうん、1時間休んだらもう、うん、まあ2時間ぐらい許可されていて、うん、はい、疲れるんでしょうね。まあ、だいぶ、けどそれでも多分授業を受ける時間が長くなってきてると思いますけど、うーん、なんか良さそうな先生だって本人は言ってましたけどね、はい、起こしたら起きますか？起こしたら起きると思いますよ。そっと部屋入っていきましょうか。生き方見直すところ、はい、見直しました。お母さん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。おはよう、おはよう、おはよう。カメラが、yes. カメラが、yes, yes. このまま入れちゃっていいですか？どうぞどうぞ。おはようございます。慶太郎母です。慶ちゃんのママ。
泣いてるし。おはよう。ケイちゃん、ママ会いに来てくれたよ。おはよう。サプライズ。入塾前、お母さんとの喧嘩が絶えず、苦しいことを苦しいと言えず、ポロポロと涙を流して泣いていた慶太郎。この4ヶ月、慶太郎が向き合ったのは寂しさだったと思います。あんなに一緒にいるのが苦しかったお母さんなのに、会いたくて会いたくて、お母さんの存在を改めて感じることができたのだと思います。複雑な心境で限界だった頃、生き塾に来たお母さんと慶太郎。ただ会うだけで何回も涙を流すこの親子が、どれだけの思いを抱え悩んでいたのかを想像できるだろうか。家族だから当たり前とか、母親なら、息子ならとか、そんな当たり前を見つめ直し、学ばせてくれるのが生き塾なのかもしれない。